原因がわからん、ダメだ、あんまんまた睡眠。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがねまた大胆に寝ておりますね。やべ、見てる、こっち見てやがる、眠い、でも眠い、寝るわ感じ。うん、見てますよ、カメラに撮られてますよ。うん、やべ、隠れなきゃって感じ。うん、あ、やべ起きた、一瞬起きた、あ、また寝ちゃった、あ、寝てしまった、あまちゃんでございました。というわけで本編スタートですやばいな。前回の、3DS 黒の修理なんですけど、上部液晶をねばらして、故障箇所をね探ってみましたが、わからねえぞと、特に問題ないんじゃないかと、そういう状態でございましたね。なんですかね、その謎に迫れるのか迫れないのか、というのが今回になります。いやー、きついなに、ね、こういうふうにバラすんですよ。それでは、今回ですが、組み立てましょう。ダメだ。わかんねえな。ケーブルもね、大丈夫だったんですよね。もうね、白含めると、何回ばらしたことか。多分ね、もうバラバラになっててもね、組み上げられると思う。思ったよりね、部品数少ないんだよね。そう考えたら、ね、結構楽かもしんないですね。これマイクですね。よ、マイク。ダメだ。もうごまかしに入ってるぞ。これだと、ほら、問題なく動くんですよね。何なんですかね。一応 3D のキーもね、問題なく動いてます。今みたいにね、電池がスポンって抜けた時と、ダメな時とはね、ノイズが乗るか乗らないかで、このネジ締めた状態で起動したときはね、プツンと落ちるときノイズ乗るんだよね。それがね、何なんだろうっていう感じ。いやー、分解してね、組み立てただけですけど、ね、治れと、動く、治れと祈るのがね、なんていうんですかね。ジャンク直しのね、定番ですよね。奇跡が起きてくれと。そういう状態です。落ちるわ。で、液晶をね、ちょっとこう、動かしたりすると、やっぱりなんか入ったりするんだよね。そうすると、不歴なのかな。あ、今電源落ちちゃったけど、これね、落ちないときは全然落ちないんですよ。なんだろうね。画面で言うと、今いじってるネジ、ここ締めるとね、落ちるんだよね。でも受け側は、もうプラスチックの中に入るだけなんだよね。今入んなかったね。ここも取ると入るのか。ここ二つ閉めるとダメですね。
入ったかな。入んなかったか。ああ入った入った。で一度電源が入ると切れないんすよね。液晶ガチャガチャしても、ほらこれってフレキじゃない気がするんですよね。これってさ、初期診断に引っかかってんじゃないかなってちょっと思ってます最近。最近っていうかこの時点で。多分ね、なんか初期診断とかで引っかかって起動しないのは起動しないのと、なんか途中でプッツンって落ちるのはなんかそこなのかなっていう、なんかそこが原因で、故障してるところが原因で落ちるのかなって。やっぱりここのネジ締めると動かないんですよね。でかといって何かが動くわけじゃないんですよ。謎なんだよな。でここネジ締めたところも特になんか圧迫するとかそういう感じもないし、そうネジ穴はプラスチックに入るだけなんで、なんかショートしてる感じもないし、まあ一応ね絶縁してみっかっていう、感じでね、耐熱テープですね、それをね貼ってみました。まあ一応ねこれで、絶縁ができればいいかなと思ってます。これでどうかな。ほらネジ締めないと動くでしょう。ここなんだよな。ほら全然問題ないんですよ。グッて押さえてもね問題ないんだよね。ネジ入れた時だけダメなんだよね。そんなことある？なんかどっかにねネジが当たってるとかそういうこともなさそうなんですよね。ほら全然落ちないでしょ。なんだろうな、押さえつけても大丈夫なんですよ。かなりの力で押さえつけてますこれ。参ったな。まあというわけで、再度ねちょっとここを閉めてみますか。いやーこれはねわからない。こっちの画面の右上、こっちだと左上になります。そこのネジですね、動かないですねやっぱり。もうとりあえずね戻します。いやーこれはねちょっと時間的にも厳しいからギブアップかな。どうすっかな。直したい気はあるんですけど、もうちょっとで直りそうな気はするんですよね。ただ錆びてたところなんですよ、あのネジが。すごい錆だったところだから、なんか押さえつけることによって基板にねなんか負荷がかかると、まあそこの錆の原因でねなんかが起きてんのかもしれないです。基板もねどっか腐食してんのかもしれないですけど、見た目はわかんないんですよね。いや全然問題ないんだよな。ネジ締めないと。まあというわけでね、動くときは動くんですよ。でもね、突然電源が
切れるっていうのもね症状としてあるんで、入る時もあるんですよ、開いてて。ただネジ締めるとおかしくなるのは確か。だからどっかの章とかなんか外れるのか、締めると。ちょっと次回最終回でございます。最終回にさせてくださいというわけで、よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。同じ現象になってるぞと、あそこのネジ締めたら電源が落ちるぞと、そういう方がねいましたらね、ぜひアイデアください。